砂川が2つあり、雲竜型にも高さは必要となるため、砂の長さは約6メートル、砂の一番太いところで直径が15センチあり、重さは約14キログラムございます。化粧回しの砂で全部の重さが約22キログラムにもなります。砂の中には麻と銅線が入っており、砂に麻を入れるのは不老長寿と麻薬を意味しており、また砂が白色であるのは正常潔白を表し、自分自身を清めると言われております。この砂でございますが、年3回東京の島に砂打ちが行われ、一門に思想を加えて稽古回しに紅白のねじり鉢巻き、真っ白な手袋をこね、にぎやかに掛け声をかけながら力強く左から寄り合わせて作り上げます。横綱の風鈴には雲竜型と知らない方があり、江戸時代末期の10代横綱雲竜と11代横綱知らないの風鈴が美しかったことが意外と言われております。知らない方の風鈴は攻撃の型を渡し、両腕を広げて競り上がります。ご覧ください。砂締めのポイントはここです。しっかり締めた砂を返します。これは横綱が四股を踏んだ時に砂は踏まないようにするためでございます。